埼玉川さみレれ大関は、山形県東田川郡庄内町と坂田市にまたがる、一級河川、西条川本流下流部、川口より 28.3km 付近に建設された関である。国土交通省東北地方整備局が管理する、国土交通省直轄ダムで、庄内平野への灌溉を目的に建設された稼働関である。 この席はゴムが原材料の水門を用いており、空気を入れて膨張させることにより貯水を行う。こうした席をラバーダムと呼ぶが、同形式の席としては、日本最大規模を誇る。庄内平野の灌漑事業は1596年に、上杉影勝の重臣であるアマーカス、天か慶次が坂田を支配したことより始まる。慶次は最上川右岸の灌えを図るため、 大町水を建設し、沿岸の神殿開発を行った。上杉氏が関ヶ原の戦いで敗れて省内は、最上義光が支配、重心の北立年長が統治を行った。年長は最上川右岸の灌えを促進するため1612年に用水路である北立大関を建設。これ以後取水関が相次いで建設され、 省内平野は一大国草地帯へと変貌していった。明治に入ると用水ポンプによる取水が盛んになったが、ポンプ設置方によって、取水量がかえって減少する副作用が現れた。戦後は、食料増産の観点から農林省によって、国営農業水利事業が全国各地で計画されたが、最上川水系でも米沢盆地や村山地域などで、ダム、投資校、 用水路を総合的に開発、運用して農地拡大を図ろうとした。省内平野では1968年に国営最上川下流岩農業水利事業が施行され、最上京最下流部に取水口である草薙投資校が建設されて取水が強化された。左岸部においても最上川投資校が建設され、北立大関への取水を強化した。こうした用水路、 取水口整備によって、庄内平野の灌溉はさらに整備され、安定した水供給が期待された。ところが1973年、1984年、1985年の渇水では、もがみ川の水量が異常に低下、草薙投資校や埼上川投資校からの正常な、取水が極めて困難になる事態となった。このためもがみ川を急遽、仮締切手で、締切 取水口への取水を過労じていったが正常な取水量の30%しか取水できなかった。こうした異常取水を受け、もがみ川の自然な水量による取水では農業用水供給が不安定になることが現実化し、安定した取水が流域の課題となった。流域の土地改良区連合は、最上川下流農業用水対策推進協議会、 を結成して安定した農業用水整備を農林水産省や建設省、山形県に要望した。この結果農林水産省は、国営最上川下流砂岩農業水利事業を計画したが、その関連事業として1987年、現地点に、埼上川中流関建設計画が持ち上がった。これが埼上川サミダレ王関の原点である。 最上川中流関建設事業は、国営もがみ川下流佐賀農業水利事業の関連事業として1989年により、建設省直轄事業として建設が開始された。もがみ川が町内平野へ流出する最上京の出口、北立大関の水源である、立屋沢川合流点の直上流部に建設が行われ、6年の歳月をかけ1995年に、 完成した。この際に、堰の名前を、彩上川寂だれ大いに解消したが、これは、松尾芭蕉の奥の細道に出てくる有名なく、彩だれを集めて、林も上川にちなんでいる。目的は、草なぎ投資校、彩上川投資校の安定した取水を維持することに、よる彩上川沿岸農地への農業用水安定、供給と新規農地への考え。 最上川下流の正常な流水量を維持することで、河川生態系を保護する不特定利水である。石器完成後は、大きな渇水による被害もなく、安定した農業用水供給が図られている。その後も、国営最上川下流砂岩農業水理事業による、灌漑整備は継続して実施されており、老朽化した北立大関草薙投資校、 最上川投資校の改築などが現在、施行されている。最上川サミダレ大関の最大の特徴は水位を調節する水門がゴム引き根の正規副席であること、いわゆるラバーダム形式であることが特徴である。ラバーダムとは、ゴム製の袋に空気を注入、排出することによって、起伏を調節することで、貯水量を調節する形式の可動関であり、 構成の水門に比べ建設費や維持費の上でコスト削減に優れていることも特徴となっている。日本においては日の川の日の川関などで採用されているが比較的小規模なものが多かった。最上川三み大関はこれらラバーダムの中では日本最大級である。ラバーダムは空気の出し入れを利用して水位を調節する。最上川三み大関の場合は管理している。 国土交通省東北地方整備局、坂田河川国道事務所の席管理所より起伏を遠隔操作する。席の真下の地中に空気圧を調整する飛行室を設置し、そこから空気を吸う排気管を通じて、ゴム内部に吸気、排気することでゴムを膨らませたり、絞ませたりする。農飯期の5月から9月は空気を膨らませ、農寒期の10月から4月にはゴムは絞ませる。 一回のゴム起伏にかかる時間は約3時間である。ゴムが最大限に膨張した際の高さは約2.7メートルにもなる。だがゴムがしぼんでいる時は川床の高さと全く同じ高さであり、一見するとただの橋にも見える。またゴムの先端部にはフィンと呼ばれる突起があり、この突起によって流水によるゴムの振動を防ぎ、安定した水量維持を図る。 こうしたラバーダムを採用した結果走行費は、構成の席に比べて大幅な節減が可能となり、約150億円で完成することができた。また、河川生態系への影響を最小限に抑える効果も期待されている。席の両岸には漁道が設置されており、岩内湯など20種類以上の魚が遡上している。右岸魚道の傍らには、 フィッシュギャラリーという施設が建っているが、このギャラリーでは魚道を遡上する魚を観察することができる。ウガン魚道にそうような形で、水族館のようにガラス越しに観察が可能であり、時期が良ければ、魚類の大群が遡上する様が見られる。このフィッシュギャラリーは1998年にオープンしたが、そのユニークな設備が非常に好評であり年々、来場者が増加している。 開館当時の入場者数は年間2,645名であったが、2005年には年間8,164人と約4倍に増加し、通算入場者数も約4万7,000人と5万人に迫る勢いとなっている。地域の新しい観光地として紹介されており、今後も観光客の増加が周辺地域より期待されている。なお、席のある清川という地区は、 幕末、尊老上位派の論客として、名を馳せ、老仕組を組織し新選組結成の契機を作った、清川八郎正明の出生地としても知られ、付近には、清川八郎記念館もある。また、日本三大役風に挙げられる、清川出しが吹き荒れる地域でもあったが、近年はそれを逆手に取った風力発電施設が設けられ、風車は観光名所にもなっている。上流部は、 名称、最上京があり、春や秋には、船下りで色づく、最上京の絶景を楽しめる。最上川さみだれ大関の最寄り駅は、JR 東日本陸西線、清川駅で、そこから車で5分の至近距離のところにある。車でのアクセスは、以下の通りである。ありがとうございます。